テーヌ地域圏、ピレネーアトランティック圏のコミューン。バスク語では、エーヘララレと呼ばれる。サンミシェルは、フランス領バスクのバスナバール、シーズ地区の一部であり、その南端はスペインに接している。フランス県道 D301 が通っている。サンミシェルを流れる、主な河川は、ニーブ川である。また、以下の支流が、コミューン内を流れている。この他に、 ニーブダルネギ川の支流であるランダレタ川とスリッツ川も通っている。以下の地域がある。サンミシェルは古くは以下のように呼ばれていた。フィリップ・ベイランによれば、サンミシェルの身分証書は1660年までカスティーリア語のみで書かれていた。これはサンジャンイコールルイコールビューと同じである。1842年6月11日、コミューンの一部が分離して、 エステレンスビが発足した。1793年6月6日、フランス革命政府軍とスペイン軍の戦闘があった。アカデミー・デララング・バスク・ハット・ポール・レイモンド、リクショナル・タポグラフィック・ベアーン・ペイズ・バスク。ありがとうございます。